皆さん、こんにちは。ただいまの福林島の時刻は2020年5月9日土曜日。あっ、昨日の音楽番組どなたかご覧になりましたか？しずえさんのお気に入りアーティストって誰なんだろうな。ロックスターじゃないかしら？ロックスターって誰だよ。キアヌ・リーブス率いるロックバンドよ。霊夢は何でも知ってるな。うふふふふふ。プルルルプルルルプルルル、すぐ吉からだな。豆吉だった。買い取りボックスなんて使ったの？昨日の夜、いらなくなった焚き火を買い取りボックスに入れたんだ。たぬき商店が全焼してなくてよかったわね。ジャスティンから模型が届いてるぜ。霊夢よ。何よ。とうとうドジョッチの模型が進化する時が来たのだ。模型が進化するわけないでしょ。これを見よ。はいはい、ドジョッチが生ズンに進化したと言いたいんでしょ。そんなことより博物館を充実させなさいよね。南半球に行く機会なんてめったにないんだから、魚も虫も集められないぜ。というわけで、タヌキチダナモさんの島へ博物館見学に行った時の様子をお送りします。こんばんは。あ、いたいた。風子発見。今日は有成分ですか？しっかりとレシピをもらっていく。人の島に行って風子がいるのはありがたいわね。時は足りせずにレシピを集めるのは大変だからな。コスモスのステッキは知らないな。服やカバン、傘に兜とプレゼントをもらったぜ。いつももらいすぎよ。そうだな。タヌキチダナモさん、ありがとう。それじゃあ、博物館の見学だぜ。お邪魔しまーす。やあ、風太。コンプリートしてたらセリフが変わるのかな？マリサがコンプリートすることはないと思うから気にする必要はないわね。すり抜け？タヌキチダナモさんの特性かな。淡水魚の小魚水槽だな。卵虫がいるな。高い金よね。あのでかいピラルク早く釣りたいぜ。釣れるシーズンはいつなのかしらね。サメだ、サメが泳いでるぜ。デメニギスだ。タヌキチダナモさんはデメニギスを釣るのに巻き絵を98個投げたそうです。伊藤より強敵だな。ナポレオンフィッシュは知ってるぜ。釣ったことないでしょ。ないな。気に留まる虫エリアだな。セミがいる夏を先取りだぜ。明るい時に来ると鳴き声を聞けるのかしら。ごめん、チャットが被っちゃった。あらあら。化石エリアは自分の島の博物館ですらほとんど入ったことないな。それじゃあどれくらい揃ってるのか知らないの？全く知らないし全く気にしてないぜ。ドヤ顔で言うようなことか。恐竜でかいな。当たり前じゃないの。化石からはどんな色だったのかわからないんだろうな。そうね。でも骨だけでどんな形なのか復元できるのがすごいわね。復元が失敗するという例もあるらしいぞ。復元失敗と聞いたので駆けつけました。この子は誰よ？ウオチルドンさんだぜ。不人気すぎて知らなかったわ。バッチルドンさんより人気ですよ。ごめん、その子も知らない。青いところに立てばいいのか？すごいな。化石エリアにこんな機能があったのね。化石楽しいな。なんとかウイルスが落ち着いたらリアルな博物館に行きたいぜ。
見なかったことにしましょ。これは見たことある掛け軸だな。見返り美人図っていうのね。あれは偽物を捕まされそうになった絵画だな。モナリザだな。そして、博物館ツアーは終了しました。流れ星来ないかな。フーコがいるのにまだ一度も流れ星を見てないわね。なになに？このバラもらってもいいのか？ここまでしてもらって何かお返しはないの？そうだな、いらないレシピが一枚。最低なやつだな。そして、平和な時間が流れていく。最後にオタク訪問。うわぁ、金金金、金の山じゃないか。さすが、たぬきちだなもさんね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。